ボートレース平和島のゴールデンウィーク開催第41回京急電鉄社長杯シリーズ初日の攻防は最終カードを迎えました。第12レースは東京ドリーム選抜です。1号艇は石綿哲平、2号艇前澤武、3号艇寺本重信、4号艇山田哲也、5号艇村田修司、6号艇後藤翔士、以上の6選手オール東京支部での一戦です。スタートまでは1分を切りました。イン1コースは1号艇の石綿哲平、人気の中心に押されています。2コースには2号艇の前澤武、センター3コースには3号艇寺本重信、内役の3人はいずれも前半カードは2着連帯をマークしました。さあそして3艇が後方にボートを下げていきます。4コース角1へは4号艇の山田哲也、山田は前半カードは5コースの角からまくって勝利を挙げています。5コースには5号艇の村田修司、サイアウト6コースは6号艇の後藤翔士、後藤は前半カードは4角からまくっての白星。スタイルは3対3と分かれました。風やホーム追い風、現在風速は3メートルから4メートル前後のコンディションとなっています。東京ドリーム選抜第12レース、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。第12レースのスタートが切られましたが、少し早いスリットがあった模様です。1周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中、お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バック側へと立ち上がっていますが、現在スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にここでお知らせをいたします。第12レース、このレースはフライングがありました。1番石綿、2番前澤、3番寺本、3選手はフライング変換欠場です。1番2番3番3艇はフライングにより変換欠場となっています。従いまして投票券はお手元の投票券どうぞ大切にお持ちください。2周1マーク旋回してバック側へ立ち上がっています。5号艇の村田、そして4号艇の山田、バック側へ入りました。なおここで6号艇の後藤失格となりました。6番の後藤は失格となっています。レースは残る2艇での競争となっています。2周2マークへ差し掛かっていきます。5号艇の村田が先頭、4号艇の山田が2番手で、5番4番の体型で直線コース、レースはこれから最終周回です。なおこのカードはアクシデントがありました。スタートにおきまして1番石綿、2番前澤、3番寺本、この3選手はフライングに変換欠場、また6番の後藤は失格となっています。お手元の投票券種類によりましては払い戻し返還となる掛け式もありますので、レース確定まで船券はどうぞ大切にお持ちください。残り半周を迎えていきます。5号艇の村田、4号艇の山田、この両選手がラストコーナーへ向かっていきます。第12レース東京ドリーム選抜は波乱の決着となります。5号艇の村田修司が先頭でラストコーナー旋回、4号艇の山田哲也が2番手、5番4番の体型でまもなくゴールを迎えます。先頭は5番の村田、1着で今ゴールイン、2着は4番の山田がゴールしました。なおこのレース1番石綿、2番前澤、3番寺本、3選手はフライングにより変換欠場、そして6番の後藤は失格となっています。お手元の投票券は確定まで大切にお持ちください。